やっほー、なんかまだ残ってるけど全く触ってなかったら一生置かれてる。頭痛すぎてやばいよ、やばいよ。マジアドレナリン切れた瞬間頭激痛。チオリフの造語いた、見た、なんかトンデキしたらそっちに飛んでくけどいいの？ダメでしょ。あ、え、もう申し込めるん？ちょっとなんか結構予定より早めの生誕祭で本当は違かったんですけど、早めでして、公演お疲れ様でした。うぅいた、まあそういう時もありますよ。はい、痛い痛い、髪の毛が絡まってるよ。投げてくれたん、みんな生誕ダンスできない人です、私マジでおもろすぎてめっちゃ裏でも普通に盛り上がった、 MC 以外でもありがとう。ちょっと誕生日プレゼントを紹介したいんですけど、少し遠くにあるのでまた今度。また今度にします。痛い痛い痛い。でもめっちゃ可愛くてよかったです。眠い。自己紹介で初めて19歳言いました。ちょっと19歳で間違った、19歳じゃなくてなんだっけ、あ、そうじゃんそうじゃん、明日、そうなんですよ、ほんとごめんなさい、明日のこと何も宣伝できなくてほんとにごめんなさい。うん、よいしょ、ありがとう、ごめんな、明日みんな来てくれる人もおるかもしれんのに宣伝っていうか全然言えてなくてごめん、ほんまにありがとう、みんな自分で調べて会いに来てくれようとしてくれてほんまに優しい。マジでレナってほんま何も言わへんねんな、今回だけみたいな感じ出してるけどそうやん、今日金曜日やん、忘れてた。え、もう今日終わるのもマジで早く寝なあかんけど、ほんまにやることが、いや一旦忘れよ、一旦忘れて寝る、一旦忘れて、もう頭が痛いので寝ます。今日は明日に備えて、うん、いいじゃん、髪の毛の髪の毛が絡まりが取れた。今日はもう寝な、みんな。ほののさんな、かわいい、かわいいよね、ほののさん大好き大須でしたっけ、宣伝力求めてもマジそれな、私さ毎回もう言ってなさすぎて、今回のことだけじゃなくてね、広告？広告地？仕事、あららら、大須行きますね、ありがとう。久々にバイトやん、久々にバイトする、暑そうね、今日めっちゃ暑くてほんまに9月中旬今って思った、思いながら外歩きました。あ、今日昼ご飯ラーメン食べたねんな、めっちゃ美味しかった苦手だから食べれない、え、レナもな、油そば一回も食べたことないねん、多分分からんけど人生でどんな味なんやろ、スープないねんな、ラーメンとはちょっと違う、そばか、でもそばやけどさラーメンに近くない、マジ頭痛、薬飲みたいけどめんどくさい、え、マジさ、あれな、頭よく痛くなるから頭痛の薬めっちゃあんねんけど、マジで
飲むのがめんどくさすぎて、マジで飲むのがめんどくさくてです。レナママは消えました。一人だよ今日から。まあでもね、いいですよそんなことは。いいですよえ、だね。確かに今日公園にいなかった方は、19歳のかきれなは明日が来る人は明日が初、それ以外の人は生誕祭かな、24日いい公園だっけな、くるみさんの24だっけ。まあまあまあ、どっかあるよね。こうしていいよん。やっぱやめとこう今日はよくないよ、よくないようにしとこうサッカーか、サッカー見てたことない、テレビでしか。12時から寝よ、マジ寝よ。配信は終わります。15分で。明日どんな感じなんやろ、そういうとこ。どういうとこだった、コメントが遅すぎて。ラーメン屋さん、え、そう、なんかラーメン屋さんのラーメン、なんか魚系のラーメンあるやん、煮干しみたいな、煮干し系のラーメンけど魚の味、レナはなんか魚の味するラーメンを全然ほんまに食べられへんくて、食べれるけど、まあ、それよりは普通のラーメンの方が好きやねんけど。お母さんと食べました。マジ薬飲むのほんまにめんどくさすぎて、なんかよく夜に頭痛くなんねんな、レナって。でなんか 寝るためにお布団に入って部屋真っ暗にしてるのに、部屋真っ暗にして急に頭が痛くなって、もうそっからもう5分後にはめっちゃ痛いみたいな、ガンガン痛くなってるみたいな。そういう時ってさ、マジもう寝てる、半分寝てるやん、レナ。一回布団入ったらマジで出たくないからさ、だからね、19歳なぁか、もう、19歳はやばない。19歳そう、魚系やけど、もう魚の味せえへんかったから、めっちゃ美味しくて、超美味しくて、わーい、遠足気分遠足来てね。思ってた年齢と違うの、若く見えてた。レナ最近は年相応か、もうあのちょっと上に見えるとか言われる。なんか美容師さんに、なんか初めて会った時は22、3、20とかかと思ってました、20超えてると思ってたって言われて、でもなんかいい意味ですよみたいな、受け答えがはっきりしててって言われたけどさ、多分自分の話をいっぱいしてまうからやと思う。なんかネイルとか病院とかってマジで喋らん人とかどうやって過ごしてるんって感じやねんけど、てか喋りたくなってまうねんな、だから自分から喋ってまうからさ、なんかよく喋ったから多分しっかりしてる風に見られただけで。で、頭痛い。普通に今日マジいい公園ボロボロすぎてほんまにやばかった。しかも着替えめっちゃ遅くて、なんかお腹が見える衣装やのにシャツ着てもは、あの着てもて、もう最悪やったマジでいやーって言ってアンコールが遅くなっちゃってマジで。けどあの先輩たちみんな優しいから、なんかマジで優しすぎてなんか何もなんかもう笑って、なんか早く早くみたいに言ってくれるだけでマジでさ、なんか
レナが 100% 悪いのに何も言ってくれんくて優しかった。職業とかあんまり聞かれんかも。でも大学生って言ってます。学生、学生です。学生、大学生。優しかった。マジでさ、3人がかりぐらいで服着させてくれて、靴とかも履かしてくれて、衣装さんとメイクさんと。髪の毛やって、髪の毛つけて、んで脱がしてくれて、靴履かしてくれて、チャック閉めてくれて、靴ので、もう、あの羽織る系のやつを後ろで持っとってくれて、はい、ここに手通して、あーもうやばいとか言いながら手通して、マジで全員めっちゃ迷惑かけた。めっちゃ迷惑かけてもた。本当に本当に姫すぎた。マジ姫だった。確かに姫どころじゃないな、もう赤さんやった。マジやばくない？もう多分5人ぐらいおった。5人ぐらいが全員で、はいはい、早く早く早く言って、うん、やばかったですねあれは。でも頑張った。もうだって着替え部屋にさ、もうレナしかおらんくて、だから全員、あのメイクさんと石尾さんが全員でレナの着替えをしてくれて。でも一回な、服着たねんちゃんと。でもだから一回着てもたから逆に収まってもて、そう、めっちゃ笑われてた。マジで笑われすぎてやばかった。マジ最悪すぎて。え、しかもさ、なんかな、靴下あるやんか、あのロングロングの靴下があって、それがなんか微妙な長さで、微妙な長さやから、なんかレナ的には最後のアンコールのあの靴に隠れると思っててんな、靴下が。でさ、もうほんまにもうその時点ではさ、それに気づかんとずっと着替えを始めていって、でもう誰もおらへんみたいな、やばいやばいやばいみたいななって、え、待ってと思ってるの、靴履いた時にさ、靴下が出とって、ちょっと待って、これやばいってなって、もうほんまにさ、急いどんのに、急いどんのにさ、靴下が、そうで、なんか下に下げて靴履こうと思ったけど、マジなんか絶妙に長くて、靴より靴下が結構で、もう全然履けへんくて、んで、またそこでも時間がロスになりました。マジやばない？もう今日ほんまにボロボロすぎて、マジでやばかった。やばかったです、ボロボロすぎて。衣装は大変ですよ、大変だよ、大変大変大変です。いや、マジみんなに見せたかった。多分もうみんな爆笑やと思う。5人ぐらいでさ、もう袖とか違うとことか通してもらうしさ、違う、ここじゃない、はい、ここにも腕通して、どこどこどこ、うんうん、ダッド、マジでみんな多分めっちゃ笑うと思う。普通にもう着替えとかそういう問題じゃなくて、もう面白すぎて、その状況がマジでやばない。もう先輩らマジで優しくて、ほんまに痛っ、めっちゃ痛かった。痛い痛い。ほののさんにも言われるし、下手って。マジさ、あれ MC 入る前に裏で待機しそうときに、なんかどうだったみたいな、長い曲も終わっとんやんな確か、
あ、終わってるな。どうだったみたいな、本編どうだったみたいな、だってで、なんかやばいですよみたいな、今日マジやばかった、今日っていうかマジ私ダンスいけないんでみたいな、ほんまにやばいんですよみたいな、マジやばいんですよみたいな言ったら、え確かにみたいな、え、コキレナってダンス下手だよねって言われて、もう裏で大爆笑。そう、リハとかがあって、なんかレナたちが踊ってるのを結構先輩とかが見るんですよ。なんか何、そう、なんか横でレナたちのリハを、リハの時にで、それを見てなんか、え、この曲のコキレナがマジで下手すぎてみたいな、この曲のカギレナがマジで下手すぎて横で言ってたみたいな、カギレナってあんなダンス下手なのみたいな。でもまあその曲はなんかレナがそのリハの時に覚えてなくて、マジやばみたいな、マジ多分レナだけ覚えてなくて、ダジジしか覚えてなくて、そうやばくて、でもなんか振りは入ってるっちゃ入ってるけど、マジ練習してないからなんか下手な人みたいになってもたんやんけど、そう。マジおもろいよな。でその後の MC の、 あの反応も気に入ったらしい。着替えながら最後なんて言ったっけ、レナってちょっと何言ったか忘れちゃったけど、何言ったっけ、なんか全然思い出せへん。ええー、かわいい、銀色の I love you love you かわ、おえーよく思ったけどさ、今って銀色？今日から？なんか今日からなんかなとか思ったけど、なんか今日配信始めるときにさえ、もう今日のやつ、今日のダンスマジで定点で見たらマジで多分やばいと思う。もう一人だけマジ初心者レベルでやばい、ほんまにやばい、ほんまに下手やね、ほんまにほんまにマジ下手すぎて寝ます、マジ寝る。え、マジ今結構頭痛い。例えばここが頭痛くないやとしたら、ここ、いや、ここかな、ここら辺、ここら辺がちょっとおかしいなぐらいで、ちょっとおかしいなから、ここぐらいかなここぐらいかなとか言って、シルバーウィーク、へえ、あれね、イベント今日からの、すいません、よーん。寝よ。ありがとう、おやすみって送ってくれて薬飲みました。あとみんな明日来るんかな、みんな明日来る、ちょっと明日のやつとかもまだ確認しな、明日のとかも全然確認できてなくてマジでやばい。休んでね、ありがとう、優しい、おやすみなさい。5分前やけど、え、マジいつもやったらさ5分前でもなんかあと5分やからってなるけど、ちょっと頭痛いの、終わります、大丈夫です、でも心配ご無用、早く寝ます、みんな明日に会おうね、バイバーイ。たまにこうやってやったらコキってなんねん、腕ならんかったわ。バイバーイ、ありがとう、短かったけどごめん、おやすみ。バイバーイ、バイバイ、おやすみ、ありがとう、おやすみー。